だけか。なるべく早く手術した方が良いでしょう。お前の弟が倒れたんや。お前ちょっと自分勝手すぎるんちゃうか。自分の思ってることとか周りの人間に話すのは大事なこっちゃで。ありがとう、琴子。大学出て親父の会社継いで、それじゃあ親の敷いたレール通りに生きてるだけじゃん。これは私の知らないところで起こった話。私は相変わらず入江くんとの仲は何の進展もないと思ったまま日々は過ぎていき、無事に手術を終えた結城くんが退院する頃には年の瀬も迫り、恋人のいる者にとっては最高に待ち遠しいクリスマスシーズンがやってきた。だが、いない者にとっては。You're welcome。 あの、そこのお兄さん、お水おかわりください。コーヒーと水だけで何時間粘るつもりだ。あの入江くん、クリスマスイブどうするつもり？あ、家に帰ってきたりとかって。バイト。え？ねえ、カフェでバイトしてるのにクリスマスイブに休めるわけないでしょ。あ、もしかして松本さんも一緒にバイト？そうよ、入江くんと一緒に頑張るわ。イブは予約がいっぱいなの。じゃあ私も予約するよ、予約。さようでございますか。当店クリスマスイブはコースディナーのみとなります。え？しかもペアディナーのみよ。ペアディナー、しかも2万円。いいもんね、入江くんと過ごせなくったって私には友達が。コタコ、うん、コタコ、おー、人工さとみ。あのね、今年のクリスマスなんだけど、あのね、今日はコタコに紹介した人がいるんだ。え、紹介した人、うん、私の彼氏の奈良崎くん、バードマンなんだ。奈良崎です、よろしく。私の彼氏の高宮亮くん、法学部なんだ。はじめまして、高宮亮です、よろしく。あ、彼氏二人ともいつの間に。クリスマス前にどうしてもコトコにだけは紹介しておきたくて。あ、そっか、そうなんだ。二人ともおめでとう。ありがとう。どうも。というわけで、大学生最初のクリスマスを前に恋人がいないのを私だけという事態に、なんか史上最悪のクリスマスになりそう。ねえ、気づいてる？私はアップデートしているよ。いつか届きますよ。I'm not afraid to die.
私はアップデートしているよ。ちっちゃい心配止まんないけど絶対追いつきたくって、早くデートしたい、いつかベストカップルなれるかな。リファイアンちゃうわかんない、でもやっぱいっぱい好きで気づいて、私はいつでもアップデートしているよ。いつか届きますように。銀ちゃん、お仕事どうしたの？サボっていいの？もう上がりの時間なんや。それより聞いたで、ジンコとサトミに彼氏ができたらしいや。うん、ああね。ということはあの二人は彼氏と熱いクリスマスイブを過ごすんやろ。恋人と初めてのクリスマスイブだからね、そうなるんじゃない？それは一大事や。琴子が一人余ってしまうやん。それは言わないで。寂しいな、悲しいな。そこでな、この金ちゃん様が琴子ちゃんのために特別なプランを。いたジンコ。ライブの後に一緒に過ごすわけにはいかんの、うん、だってそのライブがあるの東京じゃないのよ、仙台なの。終わるのは夜遅くだし、その日のうちに帰ってこられるわけない。でも楢崎くんはプロのミュージシャン志望なんでしょ。だったら仕方ないよね。そんなの分かってる。だけど仙台だけじゃなくて私にも愛伝えてほしいですわ。わかりますか？もういっぱい食えな。食べる。あ、いたわ、ね、ちょっと聞いてよ。リョウがね、クリスマス一緒に過ごせないっていうの。さとみも。嘘やん。リョウったらね、どうしてもバイトが抜けられないっていうのよ。お前にプレゼントを贈るためだからって言うけど、物じゃないわよね、心よね。私たちが欲しいのはさ。その通り。本当男って女心が全然分かってないんだから。その夜ばかりは一緒に過ごしたいっていうこの乙女心をどうして理解してくれないのかしら。まったくよ。よし、女心の分からない男どもはほっといて、今年のクリスマスは私たち女三人で楽しくパーッと過ごしましょうよ。賛成。でもいいのことか。そうだよ、入江クリスマスくらいは家に戻ってくるんじゃない？それがね、入江くんカフェでバイトらしいの。しかも松本優子と。最低。女心の分かってもらえなさに関しては私だって二人に負けないもん。まあ私入江くんの彼女じゃないんだけどね、うん、そんなの関係ない。とにかく男なんて全然信用できないから。その通り、信じられるのは女友達だけよ。さあみんな手を出して誓いましょう、三人で楽しいクリスマスイブを過ごすことを。さあね、裏切りは絶対なしよ。はい。じゃあ待ちや、わしもおるで。え、怖っ！あのな、そこら辺の男とこの金ちゃんさんも一緒にしてもらったら困るで。
せっかくパーティーするやとわしも仲間に入れてや。腕によりをかけてクリスマス料理作ってあるから、金ちゃん裏切らへんで。みんなで楽しい夜にしようや、しようや、しようや、しようや。え、なんで。あのさ、金ちゃん、あんた見習いとはいえ飲食業でしょ。そうだよ、相原は。その通り。クリスマスイブに休める飲食店なんてこの世にあると思う？へえ。クリスマスやったら早終わったりするやろ。はい、お待ちしております。ありがとうございます。クリスマスカタカタ、クリスマスカタカタ、クー小島様でクリスマス。ありきれい石井ロコで10、10、10。嘘やん、どのテーブルも通過カウンターまでびっちり予約で埋まってるやん。当たり前だろ、クリスマスイブだぞ。18時から第1部、20時から第2部、それにこの部屋予約のない飛び込みのお客さんもいるからな。大変だぞ。せやけどクリスマスってキリスト教のお祝いの日ちゃいますの？なんでそんな日に和食食えますの？まあ客商売にはありがたい話じゃない。特に21時頃大将抜けるから、その後二人で頑張んないと。え、大将何がありはるぞ。なんか大事な用があるんです。パーティーかな。パーティー、クリスマスパーティーかな。クリスマスパーティー、オーマイガー。そうなのよ、パパの会社おかげさまで創立20周年でね。それでクリスマスイブにホテルプリンスでお祝いパーティーをするのよ。そうなんですか。おじさまおめでとうございます。いや支えてくれる皆さんのおかげでね、ようやくここまでやってこれましたから、まあせめてもの感謝の気持ちですよ。それでね、琴子ちゃんのお父様もお仕事が終わってから来てくださるんですって。うん、お父さんが。うん、パーティーにいらっしゃるお客さんの中にはね、相原の常連さんもいるしね。それに今回はね、紹介しておきたいお客さんもいっぱいいらっしゃるんだよ。それでね、琴子ちゃんもよかったら来てくれないかなと思って。素敵。ホテルプリンスのクリスマスかでしょ。あ、誓いましょう、3人で楽しいクリスマスイブを過ごすこと。さて、裏切りは絶対なしよ。はい。すいません、その日は先約があって。先約？まさか男の人と。コトコちゃん、お兄ちゃん以外のいい人できちゃったの？まさか。違うんです、ジンコとサトミと約束してて、せっかく誘っていただいたから伺いたいんですけど。まあ、そっちの約束今からなんとかならないの？それが今回ばかりはダメなんです、いろいろと事情があって。そうか、まあ残念だけどそれは仕方ないね。あ、ねえママ、お兄ちゃんは？お兄ちゃんもパーティー来るでしょ？それがね、お兄ちゃんもダメだって言うのよ。え、そうなのかい？入江くん、クリスマスイブはカフェでバイトだって言ってました。なんだ、つまんない。ねえ、せっかくのパパの会社のパーティーなのにね。珍しいね、親父がこんなところに俺を呼び出すなんて。ジンジャーエール。はい。
かしこまりました。で、何の話？うん、うちの会社の創立記念パーティーのことはママから聞いてるよな。ああ。お前に出席してほしいんだ。頼む。親父の魂胆は分かってるよ。俺を後継者としてパーティーに出席してる人たちに紹介したいんだろ。でも俺まだ親父の会社を継ぐかどうか決めてないし。それは分かってる。だけど今回だけは出てくれないか。その先のことはとりあえずいいから、ただ顔を出してくれるだけでいいんだ。頼む。この通りだ。国はどうにかできちゃいそう。いろんな薬発明したり、お医者さんになって病気ペロって治したり。自分の実家に戻ってきたら悪いのかよ。いや、あんまり久しぶりだから。でも、どういう風の吹き回し？スーツ取りに来た。スーツ？パーティーに出るのにジーンズってわけにもいかないだろう。お兄ちゃん、クリスマスイブのパーティー出席してくれるの？バイト途中で抜けさせてもらうことにした。だから遅刻する。ちょっと顔出すだけだぞ。やったー、お兄ちゃんも一緒だー。ありがとう、パパもとっても喜ぶわ。そうか、入江くんパーティー行くんだ。だったら私も出席すれば入江くんとクリスマスイブを過ごせるじゃない。悩ましいけど、これって友情を捨てても許されるシチュエーション？私もパーティーに。お前は行けないんだってな。え？何でもいつもの女友達とクリスマスやるんだってな。残念だな。お前がいたらさぞ楽しかっただろうに。入江くん、私そうなのよ。お兄ちゃんは何か言って男ちゃんを説得してちょうだいよ。いや、でも仕方ないよな。一度決めたことだもんな。だけどね、女友達なんてすぐに裏切ると思うわよ。なんてったってクリスマスイブだもの。いやいやいや、こいつらの友情は特別なんだってなあ、男さん。それはまあ、あら、そうかしらね。うん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、あっちのスーツ、高校卒業時のあれ。でもまあ仕方ないか。裏切らないって誓っちゃったし。クリスマス。じゃあさ、ケーキはこの渋谷限定のやつでね。私が予約しとくよ。入江くんとパーティー。コトコ？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 
ゲームでしょ、うん、あとクリスマスといえばプレゼント、これ、うん、2人とも楽しみにしてくれてるんだもん。これでよかったんだ。これでホワイトクリスマス、イエーイ。よし、バッチリ。よし、はい、みんな準備 OK かな。はい。あれ、直樹はカフェのバイトから直接向かうって。うん、相原さんもお店から遅れて向かわれるそうよ。そっか、じゃあ準備万端だね。出かけましょう。はい。ほとこちゃん、本当に大丈夫？せっかくお兄ちゃんも来るのに。はい、残念ですけど先に約束しちゃったので。あ、それよりおじさまおばさま、お家使わせていただいて本当にありがとうございます。ジンコもサトミもとっても喜んでました。そう、自由に使ってね。はい、うん、今夜はね、我々も遅くなるから、ことこちゃんたちがパーティーで使ってくれるんだったらかえってありがたいよ。最近はね、年の瀬のせいかこの辺りも空き巣が出るっていうからね。まあことこちゃんたちが大騒ぎしてくれれば逆にその方が安全ってもんだよね。はい、本当にありがとうございます。いえいえいえ。じゃあ一緒に行けないのは残念だけど、ことこちゃんも楽しんでね。はい。ね、早く行こうよ。はい、行こう行こう。じゃあね、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。入江くんのスーツ姿、かっこよかっただろうな。パーティーか。踊っていただけませんか。喜んで。入江君と一緒にバイトしてるはずだったのに、どうしてこうなんだよ。メリークリスマス。あ、いや、しかし偶然だな。いや、まさかこの店でクリスマスにまともとがバイトしてるなんてな。あ、どう
あの、もしよかったら店終わってから飯でも。お食事だったら今されてるじゃないですか。しかも2人前。すいません、ウェイトレスさん、お水ください。ウェイトレスさん、松本のウェイトレス、ゆうこさん、お水ください。すいません。今私が待ってるのが入江くんだったらよかったのにな。そろそろかな。うん、もしもし、仁子、どうしたの？ごめん、ことこ、楢崎くんの仙台でのライブ大雪で中止になったらしくて。それなら私のためにってヒッチハイクで東京まで戻ってきてくれたの。電車が止まってるのにヒッチハイクでだよ。はあ、私こんな楢崎くんほったらかしてパーティー行けないよ。だからお願い、今回だけは男取らせて。わかった、さとみにも話しとくよ。大丈夫大丈夫、事情が事情だもん、仕方ないよ。うん、楢崎くんにもよろしくね。まあ、さとみと二人でパーンと騒ぐか。もしもし、どうしたの、さとみ。ごめん、ことこ。りょうたらね、今日バイトなんて嘘だったの。今うちにバラの花束持っていきなり現れちゃったのよ。実は私を驚かそうと思ってさ、ずいぶん前からお店も予約してあったらしいんだ。サプライズってやつだよね。それで申し訳ないんだけど。分かった、私はジンコと二人で楽しんでるよ。本当にごめんね、今度二人に何かおごるから。気にしないで楽しんできてね。うん、ありがとう。ん、私もおじさまのパーティーに行けばよかった。そうだ、今から私もパーティーに行けばいいんだ。ジンコとサトミが彼氏との予定が急に入っちゃって、だから来ちゃいました。だから言ったでしょ、女友達なんて信用ならないんだから。友達にも裏切られるなんてバカ子とか。そんなんじゃお兄ちゃんに嫌われちゃうぞ。いや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 、かっこ悪すぎる。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃああと頼んだぞ。はい、いってらっしゃい。いらっしゃい。予約のお客様もあと一組だし、なんとかなりそうだな。はい、せやけどこんなに忙しかったのこの店入って初めてでしたわ。クリスマス侮りませんな。ここだよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 ありがとう。この店は趣味欄で星もついてるんだ。伝統を大事にしつつ、ネオジャポネとでも言うべき斬新さもある和食で高い評価を得てる。へえ、そうなんだ。和食なんて量渋い。かっこいい。まあな。里見やないけ。え？え？金ちゃん、どうしてここに？あ、そっか。もしかしてこの店ってコトコのお父さんの？あ、知り合いの店なの。あ、里見すげえな。こりゃ一本取られた。里見、コトコと一緒にパーティーするんやなかったんか？コトコはどないしてん？
ごめん、金ちゃん。私、急に彼氏が迎えに来ちゃって。高宮涼、ことか今一人ぼっちなんか。ジンコと今一緒だよ。今頃二人でお騒ぎしてるんじゃないかな。そうか。うわー、美味しそう。京野菜と車エビの天ぷらでございます。ごゆっくり。クリスマスに和食っていうのも粋でいいね。だろ。涼らしくていいと思う。お、ジン。何や今の。はあ、今奈良崎くんのライブ手伝ってんの。はぁ、あ、コトコと一緒にパーティーしてるのとちゃうんか。それが奈良崎くん急に仙台から戻ってきてくれて。あ、コトコならさとみと一緒にパーティーしてるはずだよ。そうか、ならええね。楽しんでな。メリクリや。友達なんてすぐに裏切ると思うわよ。なんて言ったってクリスマスイブだもの。入江くんとクリスマス、うん。ジンコとサトミがケーキとチキン持ってきてくれるはずだったから。乾き物しか用意してないんだよね。塩ラーメンか。美味しい。楽しくお食事をするわけでございますけども、まさかこんな時に部屋で一人悲しく食事してる子なんかは、そら、いませんよね、いませんよね、そらそうですよね。もしそんな子がおったら、いや、よっぽど性格悪いんちゃうか、みたいな話ですけど。いや、しかしクリスマスは楽しいですな。あっち歩いてもクリスマスイブ、こっち歩いてもクリスマス、さあクリスマス、クリスマス、やかましいしすぎて、脳みそ、丸見え、みたいなことで大笑いですか、皆さん。そうですか、こんな時ですか。虚しい。この辺りも空き巣が出るっていうからね。まさか、いや、入江家お金持ちだからあり得る。
そうだ。何すんだよ。リエ君、ごめん、大丈夫？かっこいい。なんだよ。いや、だってこの格好なのに頭殴られてて、しかも自分の家なのに。お前がやったんだろうが。ごめんなさい。だって鍵外からガチャガチャって言ったから空き巣かと思って。間違えて自分のマンションの鍵で開けようとしちゃったんだよ。ったく、バカ力で殴りやがって。すいません。それよりおじさまの会社のパーティーはどうしたの？行かなかったの？行ったよ。だけど途中で抜け出した。取引先のお偉いじいさんたちに挨拶ばっかりさせられて退屈だったし、親父今頃カンカンだろうな。それよりそっちは、お友達とパーティーするんじゃなかったのかよ。それが人工も里見も彼氏との予定が急に入っちゃって。ふーん、随分熱い友情だな。それは言わないで。ん？ん？何この匂い？ああ、これ？私に？なわけねえだろ。腹減ったんだ。立食パーティーなんて結局大して食べれないし。私も実はカップラーメンしか食べてないんだよね。あはは。いやー、大変でしたね。ほんとお疲れさん。俺たちも上がるとするか。はい。あ、すいません兄貴。あ、わしちょっとやりたいことがあるんですけど、居残らしてもらってもいいですか？お、いいけど。ありがとうございます。
私、クリスマスイブに入江くんと二人で食事してるんだ。うん、そうだ。ジンコとサトミが来た時のために準備しておったんだよね。なんかクリスマスって感じ。そうか。私こういうの物心ついてから初めてかも。ほら、私お母さんが早くに亡くなってるでしょ。お父さんはお店があるからクリスマスはいつも夜中まで仕事でお忙しだったし、まあ友達とパーティーとかはあったんだけど、家族で過ごすクリスマスらしいクリスマスって実は縁がなかったんだよね。偶然とはいえ、初めてのクリスマスらしいクリスマスを入江くんと二人きりで過ごせるなんて夢みたい。なんか今までの人生で一番嬉しいクリスマスプレゼントかも。サトミ、メリークリスマス。本当だよ。先生、いかがでしょうか。いらっしゃいませ。サンタ、サンタの、ああ、こちらでございます。サンタです。はい、こちらになります。あったー、これ最後の一着だったんですよ。よかったですね。よっしゃ。私、やっぱケーキ買ってくる。だってさ、こんなにクリスマス気分満喫って感じなのにケーキがないなんてもったいなさすぎる。多分今ならコンビニでも売ってると思うから。だから私。あるよ。え？ケーキ。シャンシャララン、シャンシャララン、シャンシャンシャンシャシャン。メリークリスマス。なわけねえだろ。じゃあ入江くんが。他に誰がいる。もしかして入江くん、私が家にいると思って私のためにこのケーキを。お前ほんと自意識過剰だよな。バイトの子に泣きつかれたんだ。最後の一個が売れないとバイト上がれないって。男待っとれよ。ごちそう持ってったるでな。メリークリスマス。
じゃあお願い事をして。それって誕生日だろ。え、そうだっけ。うん、サプライズや。入江くん、ありがとう。別にお前のためじゃないし。でもこのケーキ二人用のサイズだよ。偶然。ねえねえ、このサンタ入江くんにあげるね。どうでもいいよ。何や、暗いな。ねえ、やっぱりお願い事しようよ。いいから。じゃあお前がやれよ。いいの？本当におめでとう。今夜また新たなライバルが入学してきたじゃないの。そろそろ勝負をかけないとね。琴子はええおかみさんになれると思うけどな。理想のお嫁さんだと思うのよ。いい加減にしろよ。だからこんな家にいたくないんだよ。ひりく、どうしてそのことをおじさまに言わなかったの。このことまだ誰にも言うなよ。本当に好きな人と幸せに